さあ行きましょう。続けて準決勝でございます。はい、続いてこのリズムがね良、かったやつなんでね、改めてしっかり見てみましょう。行きましょう。続いてはロートです。どうぞ。いや、いいですね。情緒制約。いや、もう情緒制約って今言っちゃった。いやそこも不安定なんでしょうね、やっぱりね。ちゃんともう、ちゃんとギャグなんかやりきれないぐらい不安定な状況でしょうね。あ、深いですね。いや、だから先ほどより不安定さ増してましたもんね。深いな。いや、面白いな。そういうことだ。そういうことでしたね。2回目はさらに不安定になってますね。なるほどね。さあ、いい情緒不安定でございましたが、はい、それに対するこちらもどうなるのかですよね。はい、ちょっと楽しみでございます、はい。曲がどうやってできているのか、もしくはまた違う、全く関係ない何かになるのか、いきましょう。続いては、ホテです。どうぞ。ホテだよ。楽曲提供か、誰？ああ、そう、映画。なるほどね、誰の？あ、クエンティン・タランティーノ知ってるよ。キルビル？キルビルっていうのとんの、それの楽曲提供。映画音楽は難しいんだよな、プレッシャーだよな。クエンティン・タランティーノでキルビルか、難しいな。ちょっとごめんね。はい、もしもし。あ、氷室さん、お久しぶりです。はい。あ、そうなんですか。クイズミリオネア出てるんですか。はい。いや、テレフォンかかってきてます。ミナモンタさんの。あ、そうですよね。あ、それでテレフォンで僕のとこ電話してきて、問題なんですか。あ、現在の福井県あたりを江戸時代は何て言ったか。あ、越前です。越前あれ越前、越後じゃん。越前越前越前あ、こっちのことです、すいません。いやー、すごいな。あ、なるほど。こんな感じで出来上がるんだ。そうか。いや、ちょっとありえないことばかりが起きてた感じしますけど、はい、氷室さんがミリオネア出ないでしょうし、テレフォンで布袋さん行かないでしょうし、布袋さんが氷室になんかね、あ、氷室さんみたいな。あんな感じなんだな。いや、面白かったですね。だから、やりようによっちゃ別に、そうっすね、ミリオネア出なくてもやれたかもしれない。やれたはずですけどね。越前の笑いになればってこと。越前だったんですね。はい、じゃあよかったと思う方、どちらかに投票お願いします。どうぞ。さあ、ロートとホテ、どちらになるのか。こちら、勝った方がギャグ部門の決勝進出になりますのでね。はい、さあ、よろしいでしょうか。迷ってる方、お願いします。いきましょう。5、4、3、2、1、どっち？うわ、ロート強い。ロートか。そうですか。はあ、87.5 まで伸びましたか。いや、ちょっとやっぱ不安定さが楽しかったんでしょうね、皆さん ね、 そうですね。あ、ロート強いな。ね、いや、ホテ次はなんだっていう期待もありましたけどね。はいはいはい。まあまあ2つともしっかり仕上がってたんでね。